どうも扉もなくなってますね。こんにちは、組長さんですか？失礼します。いや、なんか物全然ないんですけど、土足ですかこれ？一応脱いだ方がいいですか？失礼します。ブレーブレーブレー、みこれこの間逃げてきたろかてめえ、これこの貧乏ヤクザ。いや、やめちこらるよ。いや、すいません。じゃあ、あれですよね、貧乏ヤクザって言ってしまったことを。あ、そうだね。いや、あれはちょっと聞いてくださいよ。なんで YouTube のネタとして、まあ、プロレスですよ。でそこだけちょっとご理解いただきたいです。本心で言ってるんじゃないんで。じゃあいいよ。お前、まあ、なんだ？すいませんでした。早かったら病院行くから。なんだっけ？で、結局、自分土足なんですけど、どうして脱いだ方がいいですか？おめえ。あ、すいません。じゃあ。全部上がっぴおめえ。これが同時状況だから。一応脱ぎますね。うん、でも、組長さんは土足ですよね。自分は良くて人はダメってやつですか？おめえ、ここらへん、お前、釘いっぱいあんだよ、お前。いや、まあ綺麗にはなってるんですけど、うん、これどういう状況なんですか？まあでも差し上げもよ。はい。これ払わねえからよ。はい。ってなっちゃ。あ、差し押さえってやつですか？うん。だけどよ、おめえバットだけだよ、勘弁してくれてたんだ、お前ここから。そこまで。うん。これとおめえこうなったし、お前こうなったらお前どこさ行くと思ってんだ俺。刑務所しかねえよ、おめえこうなったらもう。いや、そんなこと言わないでくださいよ。あ、じゃあもうあの時使ってた電話も持ってかったお前。畳もないですね。うん。いや、だから結局よ、はい、俺は寝番だこれ。はい。な。ああ、もうお前今日何曜日だ？今日土曜日ですね。やべえ、月曜日に入るっつってんだ餃子が。餃子？うん。なんすか餃子って？業者。あ、解体業者ですか？なので、業者っつったらそれしかねえべよ。あー、じゃあもう俺は出ていかないぞと。あ、俺はこれ戦おうと思ってんだよ俺。あー、なるほど。お前寝ときどうすんだお前。ちょっと窓はねえぞ、お前寒いわお前。昨日から風呂入ってねえわお前。電気も全部止めろってお前。あ、一応じゃあお風呂どんな感じで入ってるかちょっと紹介してもらっていいですかね。水が出ないんであれば。もうしょうがねえ。ないお前、ここもお前持ってがっちゃうんだよ。キッチンももう全然ないんすね。うん。あ、ここが浴室ですか？なるほど、これで、どんな感じで？でも今日はよ、はい、雨降ってっぺ。はい、雨水これかな思ってんだ俺。あ、なるほど、うん、これだけまず持ってかねえかったからよ。はい。こけてるじゃないですか。はい。ここは入って。はい。あ、こっから、この間まではよ、こっからお湯出ちゃったんだもん。ああ。お湯だけできるよ。はい。で、これ、ほら、これ隠した。もう、以上、こう、隠してた。ああ。これ持ってかれると、まあ、シャワー浴びるんだよ、お前。はい。だから水止めろって話だったよ、お前、これ。だから、はい、これ外すべ。はい。で、そこの雨どいたくつげるわけよ。後で。ああ、雨水が流れてくるように。で、こっから自然に出るわけだ。あ、なるほど。で、お湯溜まるわけだ。お湯では水が。はい。こう溜まるわけだ、これ。はい。で、そこで、まだこうやって洗うわけ。あ、じゃ水風呂ですね。いや、お前、ライター持ってたか？ライターですか？うん、お前、拾ってこい、木。入れて、お前、あれっすから、こう。火沸かして、これ、お湯にすから。いや、でも、この浴槽、プラスチックなんで、燃えないっすかね？お前、なかなか水入ってんな、燃えるわけねえべ。お前、あ、といえばいいよ、お前。はい。なんすか？お前、ガダズな、本当におめえは、おめえこうやったらおめえ何欲しいか分かっぺ。ここさおめえ、あ、すいません、聞きがねえなおめえ。このはい、おめえこれしわくちゃな、どこだ言ってんだおめえ。このはおめえちゃんと、おい、へ、はい、へ、あ、すいません、失礼します。うん、ふかしてないっすか？ふかしてねえよおめえ。
それ前回も思ったんですけど、うん、それやんないと吸えないですかね。これは煙をよ、あ、煙を避けながら楽しむためにこう、あ、こう煙をこう俺の体をこうまとわりつかせれば、はい、俺がネグナトルギアってでやれんだろうめ、はい、だからこう、ガシじゃないですか、もうもったいないっすよ。何がタバコがもったいないっすよ。いや、もったいないねんだよ、お前。で、なんだ今日は。いや、まあ、うん、この間の謝罪で来たつもりだったんですけど、うん、いや、こんな惨劇になってるとは思ってなかったんで。お前は謝罪に来たんだったら、お前答弁ねえんか、答弁。答弁、何すか答弁って。お前は聞きがねえな、おめえ。俺この間3日間何も食ってねえって言ったべ、おめえ。弁当すか。あたり答弁って言ったら弁当すかねえべ、おめえ。このあの帰りギャラお支払いしますんで。なんで返さいけっつんだ、おめえ。あの前回お支払いした1万1000円は何に使ったんですかね。え、チンコバだよ、チンコバ。チンコバ、うん、チンコパ、パチンコだよ、お前。って言って思ったのよ、お前。全部。ああ、なるほど。で、トイレって今どんな感じになってるんですか。あれ何つだべ、お前。聞こえへんと、お前、お父さんあっかんの、お前キュッてやる、うんこ。ちょっとトイレ紹介してほしいんですけど。あ、トイレ紹介してほしいんですけど。もう俺組取り何でもしねえもんだから、臭いだその辺助けたんだ俺。あげれねえぞ俺、何でもあそこ。なるほど。お前鍵行こう。いやいやいや、あの組長さん先にお願いします。普段も何すかその手。便器も持ってなっちゃない。あ、便器ないっすね。ちょっとあの、一回お願いしますよ。一回深呼吸。もうちょっと下でお願いしますね。ちょっともうちょっと下で、もう一回お願いしますよ。これ出に出るんだべな、もうこれ。あ、ギャラ払います。自分そろそろあれなんで、うん、一生こっから出てこない方がいいんじゃないですか、貧乏ヤクザ。失礼します。